ラペトサウルス・レイプテソリスは、白紀高期マーストリヒチアンのマダガスカルに生息していた、キタノサウルス類ネメグトサウルス科に属する恐竜の属の一つ。ティタノサウルス類としては、最も完全な頭骨を含む骨格が知られている。復元図ラペトサウルスはかなり典型的な竜脚類で、短く細い音とても長い首、象のような体つきの持ち主だった。頭は、 ディプロドクス科のそれに似て、口先が細く鼻孔が、頭骨の頂点についているガラペトサウルスは、ティタノサウルス類であり、ディプロドクスと系統上は、遠い関係で、修練した結果である。植物植生で、鉛筆型の葉は葉を摘み取るのに適しており、咀嚼はできなかった。発見された骨格は、ティタノサウルス類としてはかなり小型である。クリスティロジャースによると容体は、 全長8メートル、体重は多分象と同じくらいという。生態は全長15メートルと推定される。この長さはアルゼンティノサウルスやパラリティタンのような大型の親戚の半分以下である。白秋後期における流脚類はほぼティタノサウルス類だけになっていた。他の系統はすべて滅んだ。ティタノサウルス類は特に南半球では支配的な植物、食動物だったが、 白亜紀末の大量絶滅で、他の恐竜はじめ多くの生物と共に、すべての種が絶滅した。白亜紀祭末期であるマーストリヒトキに生息していた、ラペトサウルスは、最後の竜脚類の一つである。ロイヤルオンタリオ博物館の頭骨キャストラペトサウルスの発見は、ラペトサウルスクラウセイレイプテソリスクローズ一種の存在によって知られている。ほぼ完全な頭骨が見つかった。 最初のティタノサウルス類である。それは一世紀に及んだ、竜脚類の大グループの分類の混乱を解決する一助となり、部分的な化石でしか知られていない他のティタノサウルス類の復元の規範ともなった。この発見は2001年に、クリスティー・ロジャースとキャサリン・フォースターによって、ネイチャーに発表された。ほぼ完全な幼体の頭骨と、三体の異なる個体の、 部分的な骨格に基づき記載された。ホロタイプ UA8698 は、ほぼ完全な頭骨、他の部分的な頭骨、オシーの一部を書くだけの妖体の全身骨格で構成される。妖体の骨格は記録された、キタノサウルス類の標本の中で最も完全かつ、頭が体と関節した唯一のものである。化石は、 マダガスカル北部のマジュンガからそれほど遠くない場所で発見された。アネンバレンバ武装、アネンバレンバメンバーとして知られる砂岩に覆われていた。この地層の年代は、白亜紀末のマーストリヒチアン期にあたり、化石が7000万年前のものであることを示す。ニューヨークのストーニーブルック大学のフィールドチームによって、現地のアンタナナリボ大学のサポートの下、発見された。 隊長のデビッド・クロース、デビッド・クラウスが1993年から発掘していた。マダガスカルでは、クロースのチームによって、膨大な量の古生物学的発見があった。恐竜のみならず、魚、カエル、カメ、ヘビ、ワニ、鳥、哺乳類が掘り出された。マジュンガサウルスと、ラペトサウルス新種ラペトサウルス・クラウセイ・レイプテソリス。 クローズは2001年8月2日に記載された。ラペトサウルスはティタノサウルス類のネメグトサウルス科に属する。ティタノサウルス類は竜脚類最大のグループだが化石記録には乏しい。ブラキオサウルスのような他の竜脚類はより完全な化石が多く見つかっている。30以上の属が部分的な骨格や頭骨といったわずかな骨だけで報告されている。 1887年に記載された最初のキタノサウルス類であるキタノサウルスは未だに一点の部分骨格しか知られていない。このことはキタノサウルス類間の類縁関係を知るのを難しくしているが、マクロナリアのような他の竜脚類とキタノサウルス類との類縁関係も未だによくわかっていない。今までに分類がよくわかっていない竜脚類の属の多くが、 ティタノサウルス類にぶち込まれ、分類学上のゴミ捨て場のように扱われてきたことも、解析が進まない大きな一因となっている。ディプロドクスに似た頭骨はかつては、ディプロドクス化がそうだったように、より原始的な竜脚類に見られた特徴だと信じられていた。ほとんどの古生物学者は、ティタノサウルス類の多くは、カマラサウルスのように箱型の頭骨を持ち、鼻腔は、 尾骨のてっぺんにあるものと考えている。しかしラペトサウルスの頭骨は長く低いもので、ディプロドクスに似ていた。こういった、キタノサウルス類の属は、クエシトサウルスとネメグトサウルスしか知られていない。それでもキタノサウルス類は、ディプロドクス家よりもマクロナリアに近煙とされてきたが、ラペトサウルスの頭骨と体の残りの部分についても、これまでの推測が裏付けられた。つまり、 ラペトサウルス等のティタノサウルス類の一部に見られるリプロドクスに似た頭骨は二次的に修練進化して得たものである。ティタノサウルス類はブラキオサウルス類に最も密接に関係している。限られた化石から他のティタノサウルスを復元する際にラペトサウルスの完全な骨格がベースラインとして役立つ。これは超大型ティタノサウルス類の改定された。 サイズ推定の基準となる。ラペトサウルスレイプテソリスクローズの俗名はマダガスカル。先住民の言葉で、巨人を意味するラペトトコダイニリシャ語で、トカゲを意味するソウロスの組み合わせで、北のサウルスと同じく巨人トカゲの意である。種商名はデビットクロースへの懸命。ラペトサウルスの貴重な様体の標本はクリスティー・ロジャースらによって、 博物館で調査され、新たに論文が2016年4月に報告された。それによると、その個体は、体重約 40kg で、生後39から77日で死んだものと、推定される。孵化直後のラペトサウルスは 3.4kg と、見積もられる。また、骨の産状からして、竜脚類の容体が、親の保護のもとで生存したと考えられる。 これら若いラペトサウルスたちは洪水によって溺れ死んだものと分析される。ありがとうございます。